はじめまして、言語療法士の青崎東子です。危ない危ない、一分で失業するところだったわ。お前、はい、お前医者じゃないだろう。え、本業は魔法使いなの。式は無事なんですか？ええ、今のところはね。今のところってどういうことですか？ああ、寒い。上でお茶にしよう。こうか。想像にお任せするわ。所長、もし未来史の人に会ったらどうすればいいんですかね？予測の方の未来史なら放っておいても構わないんじゃない？第三者がきちんと助言してあげれば、比較的社会に噛み合いやすい人たちだもの。未来に何が見えたって、今を選択するのは自分だからね。さ、それより食事食事。失礼、青崎様。え？知らないのか、ロケットペンシル。知りませんよ、ロケットペンシル。なんて不潔！東子さん、止めてくださいよ。お前最高だよ。かわいいじゃないか。あは、それか。まあ彼女の傷は治らないよ。ただ痛み続けるだけだ。あ、おい、聞いているのか？うん、それより今のところ曲がらなくてよかったんですか？思わぬ時間を食ってしまったな。黒刀、それは気のせいだ。承知。フィフ、ウルス、スルサ。お前さ、私に対してその質問に何の意味があるんだい？実を言うとね、学院時代からお前の憎しみも悪くはなかった。だがお前は私をあの名で呼んだ。昔からの決まりでね、私を傷んだ赤色と呼んだ者は例外なくぶち殺している。直視の魔眼か。それをなくすのはもったいないぞ、シキ。目的がないか。それも悲惨だがね、お前はまだ間違えたままだ。駐車場は敷地と地下にもあります、うん。それじゃあちょっと行ってきます。2時間ほどで戻りますから。お土産よろしくね。行くのか？はい。そっか、なら止めるのは野暮だね。行ってらっしゃい、黒刀。縁が続けばまた明日。よし、シキ、帰るぞ。遠慮する。お？あーん、シキ、朝神富士のを殺せなかったからって黒刀を殺すなよ。